フェイスオブラブは2013年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督はアリー・ポジン、出演はアネット・ベニング・トエド・ハリスなど。5年前に最愛の夫を亡くして、失意の中にいる女性と、その抱負とウ二つの男性との恋を描いている。ニッキーは水難事故で夫のギャレットを亡くし、未亡人になってしまった。彼女はまだ夫の死を乗り越えられずにいた。 一人で生きていこうと決めたとき、ニッキーの目の前に教師で芸術家でもあるトムが現れる。驚いたことにトムはギャレットとそっくりだった。愛のつながりがあることを確信したニッキーはトムの元を訪れるようになる。しかし、ニッキーはトムが自分の亡き夫にとてもよく似ていることをトムに言うことができずにいた。また、トムもニッキーに対して 自分の心臓の具合が悪いことを伝えることができずにいた。本作の撮影は2012年にカリフォルニア州ロサンゼルスで行われた。2013年5月に IFC フィルムが本作をアメリカで配給する権利を獲得した。2013年9月12日には第38回トロント国際映画祭のスペシャルプレゼンテーションにて初めて上映された。日には アメリカで限定公開された。批評家からの評価は高くない。映画批評集積サイトロッテントマトズには73件のレビューがあり、批評家支持率は42%、平均点は10点満点で5.1点となっている。サイト側による批評のまとめは手堅くて力強いアネット・ベニングとエド・ハリスの演技を見るための映画だと思えば一元の価値はあるだろう。 しかし、本作は、主演二人の素晴らしい演技が、意味のない演出とまとまりがない脚本のために価値を、現じている映画だと言える。となっている。また、メタクレティックには24件のレビューがあり、過重平均値は51、100となっている。ありがとうございます。